はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムの日産スカイライン GTR BNR32 を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムの日産スカイライン GTR BNR32 です。ボディカラーの方はガンメタだね。ちょっと光沢感のある感じの塗装になってます。でフロントの方から見ていくとこんな感じだね。ナンバープレートのところにはスカイラインってプリントがされてあるね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってます。でトミカプレミアムらしくグリル周りもすごく細かな作りになってます。でボンネットの方を見ていくと中央の部分にはスカイラインのエンブレムだね。でこのままルーフの方を見ていくとこんな感じになってます。で助手席側の方を見ていくとこんな感じだね。 R32 の GTR は少しこの角張ったボディラインでかっこいいね。この部分には小さくだけど GT のプリントがされてます。でホイールのデザインも当時の GTR ってこんな感じだったね。すごくかっこよく再現されてると思います。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。 GTR ってプリントがされてて、その横には日産っていうプリントもされてるね。ナンバープレートのところはフロントと同じでスカイラインってプリントがされてます。テールランプの部分はレッドの塗装だね。マフラーの部分はシルバーで塗り分けがされてます。運転席側はこんな感じだね。助手席側と基本的に同じデザインになってます。でリアスポイラーの部分は樹脂パーツになってるんだけどボディカラーと同じ塗装になってるね。上の方から見るとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ダッシュボード周りもしっかり作られてて、シートの部分もツートンカラーになってるね。ブラックとグレーのシートがすごくかっこいいです。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でアクションの部分はこの左右ドアの開閉だね。で後ろの方を見ていくと日産スカイライン GTR BNR32 の2017年のシャーシーになってます。こうやって見ていくと当時の GTR がすごくしっかりと再現されてるね。塗装も質感もそうだけどホイールのデザインとかフロントのデザインもいい感じになってます。で R32 の GTR っていうと結構シンプルなデザインだね。すっきりとしたデザインが今も根強い人気だね。今回のこのモデルはトミカプレミアムの R32 だけどベーシックトミカの方の R32 と比べてみたいと思います。はい、 R32 の GTR を2台並べてみました。でこちらのブラックのモデルがイベントモデルの R32 だね。若干スケールの違いでこっちの方が大きいのかな。フロント周りを見ていくとヘッドライトの部分はどちらもクリアパーツだね。だけどやっぱりトミカプレミアムの方が彫りの深さがしっかりしててかっこいいね。でベーシックトミカの方はエンブレムとかの塗装もちょっとされてないような感じかな。で塗装の質感はブラックのマットな感じになってます。で横から見てみるとやっぱりホイールのデザインって大事なんだね。すごくこれだけで印象が違ってくるね。でイベントモデルの方はこんな感じでサイドのところにはしっかりとカラーリングがされててまた一味違うね。で後ろの方を見ていくとどちらのモデルも GTR のエンブレムはプリントされてあるね。でもやっぱりトミカプレミアムの方はマフラーの部分とかもしっかり作られててやっぱりリアル感が違うかな。でリアスポイラーの部分は結構違いがあるね。イベントモデルの方はボディと一体形成のダイキャストでスポイラーができてるね。でトミカプレミアムの方は
樹脂パーツだけど、ちゃんとボディと同色で塗装がされてます。で、ちゃんとトミカプレミアムの方はリアスポイラーの部分のこの空間がちゃんと空いてるんだね。ちょっとベーシックトミカの方はボディとこうくっついたような感じのスポイラーになってます。で、シャーシの方を見ていくと、当然トミカプレミアムとベーシックトミカなので全く別物になってます。で、イベントモデルの方はスケールが59分の1だね。トミカプレミアムの方は62分の1になってます。内装の部分はこんな感じだね。上から見ると同じようなデザインに見えるけど、正面から見るとシートの色合いが違うね。トミカプレミアムの方はブラックとグレーでツートンカラーになってます。こうやって見ていくと、どちらの R32GTR もそれぞれ味があっていいね。細かな作りっていう点ではトミカプレミアムの方が上かなと思います。で、こんな感じでちょっとカラーリングの違うっていうモデルがコレクションの中にあっても面白いね。で、こちらのイベントモデルの方は以前レビューを上げたのでリンクを貼っておくので、そちらからご覧ください。箱の方は正面のパッケージに GTR のイラストはね。で、側面の方はこの部分にオフィシャルライセンスのプリントがされてるね。で、裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムの日産スカイライン GTR BNR32 を紹介しました。で、トミカプレミアムらしくフロントのグリル周りとかリアの部分もしっかり作られててかっこよかったね。ガンメタのボディカラーとかホイールのデザインとかも当時のデザインが再現されててすごく良かったです。で、こういうモデルが通常ラインナップ品になってるっていうのは嬉しいね。気になる方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。